ちは、大人の旅チャンネルです。そうだ、京都へ行こう。今回は歴史的な魅力がたっぷりの京都、一度は泊まりたいホテルを5つご紹介します。京都は広く碁盤の目のようになっており、観光スポットも非常に多いです。中でも清水寺をはじめとした有名な社寺が多く点在するラクトエリアは人気です。情緒あふれる街並みや京都の自然にも触れながら高級ホテルを楽しみたいですよね。そこで今回は京都の中でも東側のエリアに絞って紹介します。まず一つ目にご紹介するのはフォーシーズンズホテル京都。自社仏閣が立ち並ぶ東山の麓に佇む高級ホテルです。竹林を抜けた先には大きな庭園が広がり、名前の通り四季折々の魅力を感じさせてくれます。お部屋は庭園がよく見えるように、床から天井までを限りなく広く取った窓から美しい京都を眺めることができます。館内には4つのレストランがあり、テラスから日本庭園を望むメインダイニング、ブラスリーやお寿司、スイーツ、ラウンジです。そして庭園内に佇む富樹では、日中は抹茶や和菓子を楽しみ、夕暮れ時に生庭を眺めながらゆったりと日本酒やシャンパンをお飲みいただけます。広さ20メートルのインドアプールを備え、ラウンジチェアでリゾート感あふれるステイを体験できます。京都らしさとラクジュアリーを欲張りに楽しみたい方へおすすめです。次に紹介するのはハイアットリンジェンシー京都です。京都駅からも近く、東山七条の一角に位置する国際的な高級ホテルです。三十三芸堂や清水寺も近く、観光もしやすいこのハイアットは、派手さというよりは落ち着いた雰囲気が漂い、日本の伝統美と現代の機能を合わせ持っています。バルコニー付き客室では京都国立博物館や庭園を望みます。スイートルームは木製のバスタブでゆったりと過ごせます。京都の素材を生かしたお料理はホームスタイルのザ・グリルと、家庭的なイタリアン料理のトラットリアセッテ、季節ごとのスイーツが絶品です。東山では日本料理を楽しみ、東山バーでは古民家のアンティークに囲まれながら世界の名酒に酔いしれます。ホテル自体も大変魅力的ですが、コンシェルジュの臨機応変な接客に心温まります。素敵な観光地などを教えてもらえるかもしれません。次にご紹介するのはフフ京都です。2021年4月オープンの最新旅館で、南禅寺のほど近くに佇むリゾートホテルです。全室天然温泉のヒノキ風呂を備えており、客室にはヒノキの香りが漂います。雪見障子が特徴的なプレシャススイートや鉄瓶で沸かすお茶など、静かで落ち着いたステイが体験できます。離れではお座敷遊びなどを体験できるとともに、華道、茶道など新たな楽しみと出会うきっかけになるかもしれません。お料理は京野菜と旬の素材を掛け合わせた炭火料理を提供します。色とりどりの料理や夫婦特製の味噌鍋で心もお腹も満たされます。狭い格子で輪切りされており、プライベート感を保ちながら庭園とお食事を両方楽しめます。続いてご紹介するのはザ・ホテル清流です。築80年以上の小学校がリノベーションされたラクジュアリーホテル。内装はどこかに懐かしさを感じさせながらも高級感を保ちます。パノラミックスイートからは八坂の塔を目の前に臨み、眼下には京都の美しい街並みが広がり、まさにパノラマ。バスタブもガラス張りから景色を眺望できます。ベッド、プライベートバスを3室備えており、癒しの時間です。1100冊の書籍に囲まれた空間である喫茶や、24時間可能なインルームダイニングでの優雅なひととき、ルーフトップのバーでは京都の夜景が360度広がります。アメリカンブレックファーストで始まる朝と、最高のステイになります。最後にご紹介するのはパークハイアットです。京の伝統とパークハイアットブランドの融合を実現した東山に位置するラクジュアリーゲストハウスです。京都の街並みと八坂の塔を同時に見渡すことのできる絶好のロケーションで、シグネチャーレストラン八坂ではオープンキッチンの鉄板料理と夜の八坂の塔を眺める最高の食体験があります。客室の窓は大きく開放感が広がります。インテリアやオリジナルのアート、日本庭園など京都の職人技や素材を取り入れています。きっと最高の景色とともにお食事を楽しみます。以上、京都のお宿5000でした。以上、京都のお宿5000でした。いかがだったでしょうか。京都特有の和の雰囲気を保ちつつも高級感を取り入れたホテルで過ごす時間は至福のひとときです。きっと最高の旅行になりますので、ぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。皆様の良い旅の情報となればとても嬉しいです。ぜひチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。
最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。